皆さん好評行ってみたいと思います。皆さん今日ちょっと一点違うところがございます。皆さん通常の好評であればこういうところにですね、いろいろ情報を書いていって数字を見ていただくと、でそれにプラスアルファして解説ですね。でその正解を導いた根拠を指摘すると、皆さんその2つのパーツでできているんですが、で今回この数字を中心に皆さん進めていきたいと思います。で皆さんいつもやってる根拠を提示する解説でございますが、それは後日別の動画でですね配信したいと思います。今から商学部と社会科学部に行くんですが、これは時間をかけてじっくり解説した方が皆さんのためになるんじゃないか、そういったところから皆さん今日はご理解いただけると幸いです。ということで皆さん第1問目会話、これはやりやすかったかと思います。ですので理想は8問中7問、ただちょっと無茶かなと思う問題もございましたらね、8問中6問取れてれば同じ。さあ皆さん設問1番からいきますが、皆さんこれ4問ございます。2問取れてれば OK ですね。で続いて設問2番、これ3問中3問当てられるかと思います。で設問3番並び替え問題、これもなんかやりやすいですね。ですから合計8問中6問。さあ続いて第2問目長文読解、標準レベルなので15分ですね。これぐらいは取れるんじゃないかなって感じがしますね。さあ皆さん設問1番目 True or False、 これ皆さん5問ございますが4問ぐらい欲しいですね。で設問2番は4問中3問、1個ぐらいミスしますよね。で設問3番は2問中2問で、設問456、3問ございます。これはなんか全部取れるんじゃないかなって感じがしますね。で続いて第3問目長文読解、これちょっと難しいですね。ですので2、3個間違っても OK。 さあ皆さん設問1番でございますが、皆さんこれは True or False、 これは先ほどよりかはやりやすいかと思いますので5問中5問欲しいですね。で設問2番が3問中3問で、設問3番これが4問ございますが、ひょっとしたら2つぐらいしかできませんでしたっていう方いらっしゃるかと思います。で設問4番と設問5番、これ多分どっちか1つは間違ってもしゃあないなって感じですね。ですが合計14問ありますが11問取れてれば OK。 そして第4問目長文読解、これは第2問目とあまり大差はないかと思います。でミスは2問以内に収めたいですね。さあミスは設問1番目でございますが、3問あるので2つは取りたい。でミスは設問2番目、これは2つ取れるかと思います。で設問3番、これミスは5問ございますので1個ぐらいミスってもしゃあないですね。で設問4番、これ多分取れるかと思います。ですから合計11問中9問取れると OK。 さあ皆さん最後の長文読解、皆さん本文読みやすいね、サクサク解けるんですが、ちょっとミスが目立ったんじゃないかなって感じがしますね。さあ設問1番でございます、これは4問ございますので1つぐらいはミスっても OK。 で設問2番、これも4問ございますが、これはちょっと2つ間違えるかもしれませんよね。で設問3番は3問中2問、1個はミスっても OK かと思います。で設問4番はぜひ取りたいですね。ですから合計12問ございますが、8問取れると大丈夫。というのはこれで90分、70分ぐらいで終えられるはず。ですからそんなに急いで読む必要性はなさそうですね。というのはうまくいったら8割超え。ただ多少ミスってもなんとかこれぐらいですね。100分ずって 75% 以上。これぐらい取れてるとまずまずかなという感じでしたね。だから皆さんどれだけ取ったのかですね。皆さんご自身の得点、そこと見比べていただけると OK です。では、この後社会科学部へ行きますね。それでは社会科学部行ってみたいと思います。第1問目、正誤。ややなんでございますが、それゆえですね、サクサク解き進めていただいて5分で完成。もう分かんないものは分かんないと。タイムさん、なんとか3問ミス以内に収めたいですね。タイムさん、3つ間違えてもいいんですが、どこを間違えてもいいのか。その問いの1番ですね。下線部 A が正解。で、次に間違えてもしゃあないなと思うのは問いの5番。正解は下線部 C。で、あと間違えてもしゃあないなと思うのは問いの7番。正解は下線部 A。なんとか10分の7を目指し。で、多少ミスって10分の6かなって感じでしたね。さあ、第2問目、長文読解。やっぱり難しいです。ですが、なんとか半分以上取りたいですね。さあ、皆さん、問いの1、2、3、4でございます。この4つの中だったら、なんとか1ミスに抑えたいですね。で、問いの5、6。これちょっと両方とも間違ってもしゃあないです。で、一方、問いの7と8はこれ2つとも当てたいですね。これはそんなに難しくないかと思います。ですから、8問中5問正解で OK。さあ、続いて第3問目、長文読解。むっちゃむずいです。ですから半分取れれば同じですよね。10分の4でもしゃあないなって感じでございました。さあ皆さん、問いの1、2、3、4でございます。4問あるんですが、3つぐらい間違える可能性がありますよね。つまり1問しか当たらないと。で、皆さん、問いの5、6、7。この3つの中だったら皆さん2つ当てたいですね。で、問いの8番、3つありますが、2つは当てたい。ですから合計10問中5問、どうでしょうか。で、続いて第4問、名長文読解。これはちょっと落ち着けるかなって感じですね。だからここで稼ぎたいですね。さあ皆さん、問いの1番、2番でございます。これ2つとも当てたいですね。で、問いの3、4、5。これも3つとも当てたいです。で、問いの6、7、8。ひょっとしたらミスるとすれば、これのどれかかなって感じですね。できれば3問中2問欲しいです。で、最後、問いの9番でございますが、2つ中、なんとか1つ。
押さえて10問中8問いけると OK。 それでは最後の第5問目、まあちょっと難しいですね。まあそれでもなんとか3問ミス以内に収まるかと思います。サビさん問いの1、2、3、まあ、ひょっとしたら2つミスるかもしれませんね。まあ3問中1つ当たれば OK。 で問いの4、5、6、これは3つ中2つぐらい当たるかと思いますよ。で問いの7、8、これは当たってるかと思います。これやりやすいですね。で問いの9番も2つのうち2つ、これ両方正解したいですね。ですから合計10問中7問、皆さんはどうでしょう。デビさん、どんどん進めて、一応これで時間ちょっと余りますからね。もう分かんないところは分かんないと思って、どんどん飛ばしていく。で、余った時間でもう一回見直すと。サビさん、得点こんな感じで出してみました。皆さん、7割乗ってますかね。まあ、ミスって 65% ぐらいいってると OK なんですが。まあ、3分の2できれば、まあ、よく頑張ったという感じですね。まあ、皆さん、先ほどの小学も含めてですね、今後何かご質問等ございましたら、コメント欄で活用していただけるとよろしいかと思います。ということで、切符待ってまーす。